見てくれてありがとうございます。探検発見ホット犬のうちです。楽しい取り組みされていますか？今日は高確率でハヤブサが見られるということで、再び夜が明けま白北あたりに行きました。身近な自然と仲良くしようのブログを書いておられます、田村さんですね。その方がハヤブサをよく写真を上げておられるんでやってまいりました。大志橋あたりから南へちょっと移動しました。大志橋の南のすぐのところにですね、あのポールの上にですね、チョウゲンボウはメスが方がいたんですね。もう本当にじっとしてましてね、これほど貫禄があるというか、こう身近なところで止まっているのは、まあ、初めてですかね。もうちょっと離れた距離で止まっているのは何回も見たんですけどね。しかも長時間です。何を待ってるのかなという感じですね。まあたまにしか来ない。この大志橋で、無料の駐車場がございましてね、そこを利用するのも、まあ、今まで1回か2回ですので、知らなかったんですね。このチョウゲンボウはこんなに身近にいるというのは、まあ本当にね、観察しやすかったですね。まあ灰色っぽい背中のお姿なんですけど、ちょっと黒っぽい部分もあったりしましてね。こうやってね、ハヤブサですね、目の下にあの黒いね、光、まぶしさを和らげるような涙のような黒い部分がありますね。チョウゲンボウですね。こうゆっくり見まして、今日は田村さんが、書いておられるハヤブサを見るその前段階でですね、よかったですね。そして歩いていきますと白北大橋あたりに行きます。ここはあの釣りを楽しまれるそういうワンドがあるんですね。池のような板センパラとかですね、そういう珍しい魚がですね、繁殖しやすいように天然記念物になるですね、そういうワンドを作ってるわけですね。そこにカモがいろいろ来てましたね。見ての通り、パッと見てホシハジロとか、キンクルハジロ、そしてサギの仲間、大サギなんかが見えますよね。いやー、こういうあのなるべく、ね、人が映らんようにしておりますが、もう人もたくさんおられるんですよ、釣り人が。でもうこれは明らかに足の先っちょが黄色で、くちばしが黒っぽくて小サギですね。まあこういう風景がずっと続いてるんですね。これ白北大橋ですね、長谷ですね。星ハジロもいましたね。甲子園ではですね、1000羽を超える群れがいるんですけれども、まあここでは少数派ですね。マガモもいました。こういうね、風景を見ながら気持ちがいいですよ。車が入れませんのでね、まああのジョギング、ランニングを楽しむ方々、釣りを楽しむ方々、サイクリングを楽しむ方々、そういうね、それぞれ興味が違って、いろんな
楽しみを持っておられる方が集ってますね。この淀川の河川は岡吉ギャムがいました。大判もいましたね。こうやってね、淀川の河川するとですね、ひとりガモの前にですね、ともえガモがいたんですね。2羽いましたね。ともえガモですね、これも珍しいカモなんで、これね、淀川へ来るんですね。この顔のそのデザインっていうのは本当に変わってますよね。目の後ろになんか緑のラインがあって、目と顎のあたりに黒い筋があって、頭に白い筋があって、で頭の頂上は茶色っぽくて、くちばしと目の間は卵色っぽくて、なんか本当にね、このカモ類が多種多様あるから、それぞれのいわゆる違いを見せる差別化といいますかね、それで仲間をお互い認識してるのかもしれませんね。違う仲間とは違う。そしてね、バーダの田村さんと会いましてね、干し柿をいただいてるんです。田村柿って書いてますからね。田村さんはその干し柿を作っておられるんですね、バーダの田村さん。ちょっとこれどうぞ食べてくださいと言われていただきまして、そのままでもう全部食べてしまいましたからね。しばらくしてからですね、美味しかった。で田村さんの話では、あの白北大橋の一番高いところに、はやぶさが泊まりますよということで、あの朝とか夕方によく来るんで、私が昼頃行ったんで無理かなと思いましたが、もう田村さんのおかげでしばらくしたら、ちょっとね、飛び移るとこはちょっとおーっという感じで取れなかったんですけどね、飛んできましたね。いやー、チョウゲンボウのと同じ仲間、ハヤブサの仲間で大きいですからね。お腹が白くてストライプがあります。これがね、その空を飛んで急降下するスピードはもう鳥の中で一番速いというね、そう言われてる鳥ですね。昔これがですね、もう地面に突き刺さるように甲子園まで降りていって獲物を狙ったのを見たことありますね。そして嬉しかったね。こうやってハヤブサを見てさらに南下してきますと、次は赤川ケマ地区に入るんですね。河原ヒワがいましたね。そしてケマのですね、桜宮高校の駐車場あたりに、もう本当に車の横という感じですね、モズが止まってましたね。さあケマの野鳥観察です。今回の最終ポイントになりますが、ちらっと見たんですが、ベニマシコを撮影したいというのがもう一つの狙いですね。青地がいましたね。いやー、この青地もですね、もう本当にどうですか、人間以上に適応能力がありますね。というのは、私の住んでいる西宮の6個の頂上あたり、900メートルあたりも
自然に住んでいますし、こういう淀川の河川敷の標高、まあ標高いうか0メートル地点でも生きていますしね、人間が服を着ずにですね、まあ服を着てもですけどね、六甲のてっぺん、六甲山のてっぺんで夜はもう0度ぐらいになります、今の時期でもね。だからよく生きてるなと思います。適応力がすごいですね。ジョビタキもいましたね。このジョビタキはすごく人懐っこくてですね、こういうね柱にも止まるんですね。これジョビタキのこのメスはですね、本当に人懐っこい。カワセミがいましたね。このカワセミのオス、くちばし上下が黒なんですが、そういうカワセミのオスがですね、行ったり来たりしてるんで、今この12月ですね、カワセミが見やすい場所の一つになってますね。近くに巣を作ったんでしょう、どこに作ったか分かりませんが、だから巣から出てきたり、これからね生きていく上でこの辺りで繁殖しようとしてるんですよね、メスを見つけて。いや行ったり来たりしてました。ベニマシコももうちらっと見てるんですがね、まだ撮影するまで行ってません。まあこのカワセミはですね、まあモデルのように前に止まってくれましたんで撮影しておりました。だからベニマシコの方はもっと南の方のよく出るところで撮影されたところがですね、カワセミの裏側からベニマシコが出てきたんですね。オス一羽、メス一羽でした。この赤い実を食べてますね。赤い実ね、野バラなんでしょうかね。まあ実食べてますよね。園芸で、そしてですね、こっちはベニマシコのオスですね。あ、これメスですね、すいません、メスですね。ちょっと光の加減で分かる、でもお尻が赤いメスですね。でも光の加減でちょっと分かりにくくなりました。オスかすいません、オスですね、ごめんなさいね。こちらがメスです。2羽並んでくれたんで、間違ったらダメだよという感じでね、もう小鳥さんは私にいつも寄ってきてくれますんでね、私じーっとしてますからね。だから安心して寄ってきて、あんたはそれ判断間違ってるよと、私がメスなんだということを私に伝えてるのかもしれませんね。オスは赤みがありましたよね。ありがとうございます。ベニマシコさん、ありがとうございます。わかりました。あなたがメスです。こうやって、もう目の前でね、お食事をしてくださいましてね、ベニマシコが。それを私は、じっと撮影、じっとして撮影という感じになります。こちらはオスですね。はい、ベニマシコのオス。とメスが出てきましてね。やったなという感じ。もうずっともう怖がってない。私ね、鳥が出た時触るんですよ、一歩もう二歩も三歩も、そしてじっとするんですね。だから飛んで逃げることがある。そう、びっくりした。これがあるんですね。左側にカワセミ、右側にベニマシコ並んだんですね。ツーショット
これはもう本当にもう嬉しいツーショット、やれうちょうとは赤潮瓶のツーショット見られたかと思いますけどね、私はカワセミとね、ベニマシコのオスツーショット、どちらもオスですが、嬉しかった、感激しました。次回もワクワク野鳥探検します。ご一緒にまた見ていきましょう。